川崎松、五郎二月二十日から1971年11月8日は、日本の内務官僚、政治家、福島県知事、衆議院議員、旧姓、神田、京都府出身、神田土之助の三男として生まれ、衆議院議員、川崎康之助の養子となる。鹿児島高等農林学校を経て、1916年、 京都帝国大学法科大学政治学科を優等で卒業し、銀時計を授与された。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、警視庁警部となる。以後、東京付属、兵庫県警視、台湾総督府事務官、朝鮮総督府事務官、内務所機関、警保局図書課長、兵庫県所機関、学務部長、内務所機関、 警報局高等課長などを歴任。1931年4月、福島県知事に就任し、同年12月18日に休職。1932年1月29日、伊岸面本館となり退官した。1936年2月の第19回衆議院議員総選挙で、京都府第2区から立憲民政党公認で出馬し当選。以後、 1942年4月の第21回、総選挙まで連続3回当選。衆議院決算委員長、篠原内閣の内務政務次官、内務省委員、同行政委員、大政翼3回総務局長、大山崎村長などを歴任。戦後、公職追放となる。追放解除後、1955年2月の第27回総選挙で、京都府第2区に、 日本民主党から出馬し当選。日本民主党では、旧民政党左派の松村健三、小山国太郎、もみ山博士、鶴見雄介、中村三之丞、松浦周太郎らと行動を共にし、保守合同後は自由民主党、松村、三木派に所属した。第28回総選挙でも当選したが、1960年12月の第29回総選挙で落選。 衆議院議員を通算後期務めた。その他、日本民主党会計監査、自由民主党総務、同政調選挙調査会副会長などを歴任した。1971年11月8日、79歳にて死亡。ありがとうございます。